今日のフレンドリーマッチ、実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんでお送りします。ハリケーン、アントニー・マルシャン、試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりお疲れ。ケインゴール、このゴールでバルセロナのマルシャン、ハリケーン、キーパーが飛びついた。いい反応でしたね、ハリー・ケイン。ケインのオフサイドです。アントニー・マルシャン、キーパー反応した。ボールを弾く、ハリー・ケイン、決まった、ゴール。一瞬のマルシャン、止める、止めます。ハリケーン、ゴールが決まった。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。これは見事なパスカットです。試合終了、バルセロナ勝利です。強さを見せました。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。こんにちは、今日のフレンドリーマッチ、解説は福西崇史さん、実況は私西岡明彦がお送りします。これはもらった、バルセロナが先制です。ゴールを決めました。素晴らしいゴールでしたが、クラシコがこのまま終わるとは思えません。レアルマドリードも作戦を変えてくるでしょう。ケイン奪った、絶好のタイミングで前に出ていきました。非常にいい仕事してますね、アントニー・マルシャル。マルシャルが決めた。チャンスを確実にものにします。ハリー・ケイン、ケイン、キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。チアゴのパスはカットされました。うまく読んでいましたね、アントニー・マルシャル。マルシャル、ゴールゲット。さあこれでハットトリックとなりました。ムバッペ、エンバペが決めた。圧巻のフィニッシュです。狙ってきた。試合終了。激しい点の。こんにちは、実況は私西岡明彦、そして今日は解説に福西崇史さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。福西さん、よろしくお願いします。それでは試合をお伝えしていきます。アントニー・マルシャー、試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりお疲れましたね。
まずは落ち着くことが大事です。マルシャル、マルシャルが決めた。いやさすがですね。アントニー・マルシャル入りました。ゴール。3点目。もうどうしたって止まりません。ハリケーン飛びついて止めました。アントニー・マルシャル、ボレーで決める。ムバッペ、エンバペが決めた。やはり外しません。アントニー・マルシャル、マルシャルが決めた。やはりといったゴールです。ハリー・ケイン、ケイン、アントニー・マルシャル、ハリー・ケイン、ムバッペ。ここで試合終了のホイッスル。バルセロナの勝利です。今日の試合、チームは見事に勝利を収めました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の試合の実況は西岡明彦、私のお隣、解説席にいらっしゃるのは福西崇史さんです。福西さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ムバッペ、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。今日は楽しみな試合になりましたね。素晴らしい戦いを見せてくれると思います。チアゴ、サイドのスペースを使います。バルセロナのコーナーキックです。モドリッチのパスミスでしょうか。アントニー・マルシャル、見事なタックルです。ブスケッツのパスミスでしょうか。ハリー・ケイン、ケイン、決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。ネイマール、ハリー・ケイン、ルーズボールになっています。カゼミーロ、エデン・アザール、アザール、うまく読んだインターセプト。アルカンタラ、ハリー・ケイン、ダイレクト、ケインが決めた。素晴らしい決定力です。決めた本人も満足いくゴールでしょうね。相手をよく見て左に狙いましたね。ムバッペ、カゼミーロ、
このパスはカットされました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半開始のホイッスル、バルセロナのキックオフです。ブスケス、味方がサポートに来ます。パスをカットされたのはチアゴ。ここはしっかり当たらないシュートでした。ルカ・モドリッチ、味方に出すでしょうか。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。ネイマール、モドリッチ、ハリーケイン、セルジオ・ブスケス、ハリーケイン、ルカ・モドリッチ、ムバッペ、ここはキーパーが判断よく前に出ました。ブスケス、ティアゴ・アルカンタラ、サイドへパスを出します。ゴール決まりました。絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。一人で3点目を奪いました。ハットトリックです。ディフェンダーも手がつけられないといった印象でしょう。フリーにさせると危険です。ムバッペ、キーパー弾く、ボールがこぼれました。プレーは止めません。主審が流していますね。ホイッスルが鳴って試合終了です。3対0、完勝です。この試合に終わりを告げる笛が鳴りました。こんにちは、西岡明彦です。今日も福西崇史さんを迎えてお伝えしていきます。よろしくお願いします。いい試合を期待しましょう。さあ、バルセロナのキックオフで試合開始です。マルコ・ベラッティ、ハリー・ケイン、ボレーで決める。ボールはキーパーがキャッチ、シュートには至りませんでした。少しボール、マルシャル、先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。さあ、キックオフ、試合はバルセロナがリードしています。
ゼミーロ、ハリー・ケイン、セルジオ・ブスケス、ボールを返します。ブスケス、ブスケッツからのパスは通りません。相手に当たりコーナーキックが与えられます。キーパーがっちりとキャッチ。マルキーニュス、タックルでボールがこぼれました。ハリー・ケイン、高度なスライディングでした。空中でボールに触っています。ネイマールが絡んでいきます。ムバッペ、マルコ・ベラッティ、イドリッサ・グイエ、ネイマール、この両チームの対戦は盛り上がりますね。はい、サポーターも期待していたと思います。このパスは読んでいました。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半が始まります。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。イドリッサ・グイエ、マルコ・ベラッティ、ブスケス、ティアゴ・アルカンタラ、ハリー・ケイン、ネイマール、マルコ・ベラッティ、サイドから攻撃でしょうか。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。味方を使うでしょうか。マルコ・ベラッティ、このパスはチアゴが読んでいました。イドリッサ・グイエ、カバーニのオフサイドです。エディソン・カバーニ、うまく読んだインターセプト。ムバッペ、イドリッサ・グイエ、期待のカバーニはここにいます。インターセプトしました。イドリッサ・グイエ、カバーニがこれを抑えます。マルコ・ベラッティ、ティアゴ・アルカンタラ、チアゴのパスはカットされました。ムバッペ、アントニー・マルシャル、トーマス・ムニエ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。イドリッサ・グイエ、1対0で試合が終了いたしました。今日のフレンドリーマッチ、どうご覧になりましたか。はい、面白い動きやプレーを見せてましたね。
Hello? Hi.
こんにちは、実況の西岡明彦です。今日のフレンドリーマッチ、解説の福西崇史さんとともにお送りします。これは見事なインターセプト。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。イブラヒモビッチ、試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。シュート、ゴールが決まった。このゴールでバルセロナのリードは2点に広がりました。ケインが決めた。いやー、さすがですね、イブラヒモビッチ。このシュートを弾いた。エンバペが決めた。なんという決定力でしょう。ハリーケイン、ケインが決めた。この人ならではのゴールでしょう。ハリーケイン、ゴールゲット。さあ、これでハットトリックとなりました。ハリーケイン、ナバスが防いだもののプレーは続いています。ケインが決めた。素晴らしい決定力です。ハリーケイン、見事な弧を描きましたね。完璧です。ハリーケイン、イブラヒモビッチ、決まった決まった、ゴールです。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。ハリーケイン、ケインが決めた。圧巻のフィニッシュです。イブラヒモビッチ、ハリーケイン、カットしたのはファンダイク。イブラヒモビッチ、きれいに決めました。ハリーケイン、ケインが決めた。さすがですね、実に見事です。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。イブラヒモビッチ、キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。イブラヒモビッチ、ゴール。過程もさることながら最後のゴールの瞬間、ケイン、ハリーケイン、ケインが決めた。やはり外しません。ムバッペ、ベストのタイミングでの飛び、カンテ、ハリーケイン、ここで試合終了。ゲームはバルセロナの勝利で幕を閉じました。福西さん、今日の試合は大きく点差が開く結果となります。皆さん、こんにちは。今日の試合の実況は西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えして、入るか、入った、早くも先制点が生まれました。パウロ・ディバラ、ディバラ、決まった、ゴール。おっと、狙った。イブラヒモビッチ、ゴール決まりました。
サポーターからはまだシュートを打った。イブラヒモビッチ、見事なコントロール。ボールにはイブラヒモビッチ、シュートは入るか。弧を描いてゴールへ。イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチ、ここはナバスが見事に止めました。ディバラが決めた。チャンスを逃しません。イブラヒモビッチ、フリーキックが壁に当たった。イブラヒモビッチ、ナバスのビッグセーブ。チップシュートが入った。これはゴールキックになります。ハリケーン、シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。キーパー反応した。ボールを弾く。イブラヒモビッチ、ここはキエリーニが行きます。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。ボールにはイブラヒモビッチ、ボールは壁に当たる。パウロ・ディバラ、カットしたのはファンダイク。イブラヒモビッチ、きれいに決めました。イブラヒモビッチ、ハリー・ケイン、ケインが決めた。圧巻のフィニッシュです。止めた。1対1のピンチでしたが、これケイン、ボールはキーパーがキャッチ。シュートには至りませんでした。少しボールが足元につかなかったですね。惜しい場面でした。打ってきた。ムバッペ、ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。快勝と惨敗、極端な内容になってしまいました。いかがでしたでしょうか、福西さん。ここまでチーム力に差があるとは思いませんでしたが、一方的でしたね。皆さんこんにちは、実況の西岡明彦です。今日のカードは解説の福西崇さんとともにお届けします。解説の福西崇です。注目が集まる試合ですので、しっかりと見どころをお伝えしたいですね。ここはサポートがあります。このパスは読んでいました。マリオ・フェルナンデス、ディフェンスの対応が光ります。パウロ・ディバラ、
イブラヒモビッチ、ハリー・ケイン、ボールにはイブラヒモビッチ、ムバッペ、ボレーシュートです。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。ニコラ・ブラシッチ、ホロドル・マグヌソン、ズラタン・イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチです。ゴールは無人だ。ケインが決めた。この人ならではのゴールでしょう。丁寧に決めてきましたね。このコースに打たれてしまったら、さすがにキーパーはどうしようもないですね。ニコラ・ブラシッチ、ハリー・ケイン、ムバッペ、ハリー・ケイン、またもゴールです。乗っています。試合の流れそのままといったゴールでした。ムバッペ、ハリー・ケイン、ゴール。ボールがネットを揺らしました。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。サイドへ展開します。イブラヒモビッチです。マリオ・フェルナンデス、ハリー・ケイン、入った。これはナイスシュート。このゴールでバルセロナのリードは2点に広がりました。前半終了です。スコアは4対2、リードは2点です。さあ後半キックオフです。ここはディフェンスが対応します。ブスケッツ、ズラタン・イブラヒモビッチ、バルセロナのボールでスローインです。チャンスは終わりません。ハリー・ケイン、エンゴロ・カンテ、ハリー・ケイン、前に押し出します。ホロドル・マグヌソン、マリオ・フェルナンデス、キーパーファインセーブ。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いや本当によく止めましたよ。ムバッペ、サイドへ展開します。トビー・アルデルバイレルト、ズラタン・イブラヒモビッチ、このシュートはブロックされました。ブスケッツ、
ハリー・ケイン。ディフェンスの選手が止めた。見事な弧を描きましたね。完璧です。このシュートも入りました。今日はシュートミスが全くありません。いつもこの調子なら何ゴール入るか分かりませんが、今日は素晴らしい日ですね。諦めずに得点を狙ってほしいですね。ここはアキンフェーフが見事に止めました。ニコラ・ブラシッチ。キーパー反応した。ボールを弾く。ボールをクリアしました。ディフェンスが冷静に対応。ボールにはイブラヒモビッチ。ムバッペ。試合終了です。バルセロナが勝利をつかみました。フレンドリーマッチとして組まれたこのゲーム、予想に反して素晴らしい試合となりました。そうですね、激しい展開が面白い試合でした。皆さんこんにちは。サッカー中継へようこそ。実況を務めます西岡明彦です。解説の福西崇史です。今日はよろしくお願いします。エンゴロ鑑定。イブラヒモビッチ、見事なタックルです。いいカットです。ボールを奪いました。ハリー・ケイン。ボールがこぼれている。オスカー・ムリーリョ。エンゴロ・カンテ。カンテのパスはカットされました。ムバッペ。エンバペのゴール、これが先制点です。シンプルにゴール右に流し込みましたね。キーパーの位置をしっかり見ていたので、届かないところを狙いましたよ。さあキックオフ。試合はバルセロナがリードしています。ムバッペ。タックルでボールがこぼれました。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。ホイッスルで後半のキックオフ。流します。バルセロナに対してファールがありましたが流しました。この守備はちょっと軽率でした。セルジオ・ブスケス。エンゴロ・カンテ。
このパスはカットされました。サンブエサ、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。ムバッペ、ゴールキーパーが飛びついて止めた。ムバッペ打った。試合の前は気分が高揚しますね。はい、サポーターや選手たちもきっと同じでしょう。ブスケス、ノー、ハリー・ケイン、パウロ・ディバラ、完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。ホイッスルはなし、主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。セルジオ・ブスケス、ムバッペ、ムバッペ、キーパーが飛びついた、鮮やかなセーブ。これは見事なインターセプト。ボールがこぼれる。ケイン、決まった決まった、ゴールです。おっと、これでバルセロナが2点のリード。劣勢が予想されていましたが、蓋を開けてみればシュート数でも上回っています。はい、これもいい攻撃でしたね。相手を完全に押し込んでいます。シュートだ、綺麗な弧を描いた。席を後にする観客も出始めていましたが、ゴールを決めました。逆転は現実的に難しそうですが、選手はまだ諦めていませんよ。ここはゴールキーパーの好判断。オスカー・ムリーリョ、このプレーはホイッスル、バルセロナにファールがありました。ここで試合終了のホイッスル、バルセロナの勝利です。試合終了です。福西さん、どうご覧になり、こんにちは。今日のフレンドリーマッチ、解説は福西崇さん、実況は私西岡明彦がお送りします。ムバッペ、ここはインターセプト、しっかり予測していました。ブスケス、エンゴロカンテ、イブラヒモビッチです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。
ボレーで決める。綺麗に決めました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ムバッペ、サポーターたちはこの試合が待ちきれなかったようです。はい、楽しみにしていたようですね。スタンドの熱が伝わってきます。パスをサイドに送ります。ブスケッツ、ハリー・ケイン、セルジオ・ブスケス、サイドから攻撃でしょうか。ブスケツ、ムバッペ、まずはしっかりとボールをキープします。ボールを大きく押し出します。ハリー・ケイン、こんにちは。実況は私西岡明彦です。そして解説はおなじみの福西崇史さんです。こんにちは。注目の一戦です。楽しみですね。ここはサポートがあります。うまく読んでいましたね。弧を描きましたね。完璧です。こんにちは。実況の西岡明彦です。今日のフレンドリーマッチ、解説の福西崇史さんとともにお送りします。イブラヒモビッチ、味方がフォローに来ています。味方の選手が寄ってきました。ゴールキーパーがうまく前に出ました。ディフェンスの対応が光ります。ここはサイドへパスを出します。これは見事なインターセプト。ハリー・ケイン、味方を使うでしょうか。ハリー・ケイン、ケインが決めた。いやー、やりましたね。ゴール前のチャンスを逃しませんでしたね。はい、決まずにしっかりと決めてくれました。イブラヒモビッチです。サイドからの攻撃を狙います。ハリー・ケイン、前に出しましたが気を抜けません。ブスケス、サポートを使えそうです。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。
戦う前からなかなか盛り上がってますね。サポーターからも勝ちたい気持ちが伝わってきます。これはコーナーキックです。ナイスタックルでしたね。キーパー弾く。エンゴロカンテ、セルジオ・ブスケス、ムバッペ、このパスは読んでいました。スコアは3対1。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦キックオフ、ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。点差がついています。どうもゴールキーパーが当たっていませんね。ズラタン・イブラヒモビッチ、味方がサポートに来ます。セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、パスをカット、いい読みでした。ケイン、ブスケツ、こんにちは、西岡明彦です。福西さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい試合を期待していますよ。叩いて渡すこともできます。見事なパスカットです。味方もサポートに来る。ブスケツ、ハリー・ケイン、ムバッペ、素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。シュートはディフェンスに当たりました。ディバラ、ムバッペ、相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。アルデルバイレルト、トビー・アルデル・バイレルト、ムバッペ、ブスケス、ハリー・ケイン、ボールがこぼれた。ブスケツ、ムバッペ、前半が終了しました。スコアは3対0、3点のリードでハーフタイムを迎えます。こんにちは、実況の西岡明彦です。今日は楽しみな試合をお届けします。解説をお願いするのは福西崇さんです。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。
ハリー・ケイン、ブスケッツ、ムバッペ。ここは簡単にキーパーがさばきました。ボールがこぼれる。ケイン、キーパー反応した。ボールを弾く。これではキーパーに勝てません。トビー・アルデルバイレルト、味方を使うでしょうか。ムバッペ、相手に当たりコーナーキックが与えられます。ここで大きく前に出します。ディバラ、ボールにはイブラヒモビッチ、ブスケス、イブラヒモビッチです。ナイスディフェンスです。今日も多くのサポーターが集まっていますね。そうですね。選手、シュートだ。こんにちは。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんで、フレンドリーマッチの模様をお届けします。ムバッペ、ズラタン・イブラヒモビッチ、うまく読んだインターセプト。エンゴロカンテ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールがラインを割ってゴールキックです。ここはチアゴシューバのクリア。味方がサポートに来ます。やりました。クリアすべきでしょう。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。ディバラ、ボールにはイブラヒモビッチ、エンゴロカンテ、オフサイドです。決定的でした。皆さんこんにちは。実況は私西岡明彦が担当します。解説をお願いするのは福西崇史さんです。いい試合になりそうですね。楽しみです。
ボールを失います。うまく読んでいましたね。見事なブロック。チアゴシルバ、エンゴロカンテ、パウロディバラ、イブラヒモビッチです。これは見事に奪いました。危ないと判断しましたか。ここはシンプルに外へ出しました。ハリー・ケイン、ケイン、ケインが決めた。さすがですね。実に見事です。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。これは見事なインターセプト。ブスケス、前に出しましたが気を抜けません。ムバッペ、ブスケス、エンゴロカンテ、前に出しました。ボールにはイブラヒモビッチ、ブスケツ、ここは味方を使います。ムバッペ、見事なパスカットです。前半終了です。スコアは3-1、リードは2点です。ホイッスルで後半のキックオフ。ボレーシュート、アリソンが防いだもののプレーは続いています。イブラヒモビッチです。ハリー・ケイン、ムバッペ、勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ムバッペ、ハリー・ケイン、ボレーシュートだ。飛びついて止めました。このシュートは簡単に止められました。ムバッペ、ここはボールを奪いました。ムバッペ、これは見事なパスカットです。ここはインターセプト。シュートは入るか。随分リードされていますね。正直に言いますとキーパーの調子が影響しているように見えます。パウロ・ディバラ、
味方もサポートに来る。ボールがこぼれた。ボールにはイブラヒモビッチ。ハリケーン。ハリー・ケイン、ここは見事にゴールを決めてみせました。何かを持っている選手ですね。ボールがこぼれました。ムバッペ、ディバラ、ハリー・ケイン、エンゴロ・カンテ、ディフェンス落ち着いていました。4対2のまま試合は終了です。今日はよくボールが動いていましたね、福西さん。はい、しっかりとチャンスを作っていました。こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦。実況は私西岡明彦、お隣解説席には福西崇史さんもお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。今日も大勢のサポーターが詰めかけています。はい、注目の試合ですからね。シュートの当たりが悪かった気がします。ハリー・ケイン、ムバッペ、
ボールをクリアしました。自陣内で冷静にパスをカットします。シュートを打った。皆さんこんにちは、西岡明彦です。この試合は福西崇史さんと共にお送りします。はい、今日もよろしくお願いします。ボールにはイブラヒモビッチ、このパスは読んでいました。ボレーで狙う、綺麗に曲がりました。今日のフレンドリーマッチ、実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんでお送りします。セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、チアゴ・シルバ、トビー・アルデル・バイレルト、ムバッペ、ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。カンテ、サイドに展開します。ブスケツ、ここはサポートがあります。選手たちは今頃気合が入っている頃でしょう。ええ、もちろんですよ。打つしかない、チアゴ・シルバ、パウロ・ディバラ、キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。これは見事に奪いました。ムバッペ、ピンチを出します。これは見事なインターセプト。今日は実況西岡明彦、解説は福西崇史さんで、フレンドリーマッチの模様をお送りします。ボールにはイブラヒモビッチ、タッチを割ってスローイン、ケインが決めた、チャンスを見逃しません。守備に比べて攻撃に人数をかけていませんでしたが、
少ない人数で見事に得点を奪いましたね。スペースがないところでうまく仕事をしましたね。これは価値の高いゴールだと思います。さあ攻撃に意識を切り替えたい。ブスケス、ムバッペ、ハリー・ケイン。福西さん、今日は選手たちのコンディションも気になるところですね。はい、万全の体制で臨んでほしいですね。ダイレクト、綺麗に決めました。素晴らしいコースにシュートを決めました。キーパーが届かない位置に流し込みましたね。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ハリー・ケイン、イブラヒモビッチです。ハリー・ケイン、ディフェンスの選手がシュートをブロック。前方に運びました。ボールはサイドの選手へ。ブスケス、サポートを使うか。強い当たりだ。今日はフレンドリーマッチが行われます。実況は私西岡明彦、解説は福西崇さんです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ムバッペ、このパスは読んでいました。セルジオ・ブスケス、ルーズボールになった。エンゴロ・カンテ、ムバッペ、あっとこぼれた。ブスケツ、ハリー・ケイン、ボレーで決める。キーパーが止めましたがボールは生きています。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。ハリー・ケイン、ムバッペ、ハリー・ケイン、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ハリー・ケイン、ムバッペ、喜びもつかの間にして再びゴールを奪わねばなりません。こちらのカメラからの映像です。
ムバッペ。ボールがフリーになりました。エンゴロカンテ、ハリーケイン、ボレーシュートだ。止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。ここは簡単にキーパーがさばきました。前半終了です。スコアは3-2。リードは1点ですが、まだまだ動きそう。後半開始です。セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、流します。バルセロナに対してファールがありましたが、流しました。ブスケツ、ムバッペ、ハリー・ケイン、このパスはカットされました。パスをカット、いい読みでした。ブスケス、ハリー・ケイン、ブスケツ、味方を使うでしょうか。サポートを使えそうです。ハリー・ケイン、ケインが決めた。完璧なフィニッシュです。反撃です。そう簡単には勝たせないという気迫が感じられます。同点でよしとするか、勝利を奪いに行くか、どっちを取りますかね。エンゴロカンテ、ボールにはイブラヒモビッチ、ハリー・ケイン、ズラタン・イブラヒモビッチ、スピードのないシュートでした。パスをカットされたのはカンテ。エンゴロカンテ、チアゴシルバ、パウロディバラ、ムバッペ、ハリーケイン、ケインが決めた。圧巻のフィニッシュです。さあこのゴールで試合も面白くなってきました。はい、戦力が勝るチームがビハインドにあるというのは試合展開としては面白くなったと言えますね。セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、ボールをサイドへ展開します。ハリー・ケイン、ボールをクリアしました。試合が終了いたしました。今日の試合を振り返ります。フレンドリーマッチの一戦に勝利する結果となりましたが、内容的にはどうだ。サッカー中継をお楽しみの皆さん、こんにちは。今日の実況は私西岡明彦です。解説に福西崇史さんもお迎えしています。目が離せない試合になりそうですね。今日はよろしくお願いします。
狙ってきた。キーパーの位置を見て左を狙いましたね。恐ろしいほど冷静なフィニッシュです。ミケル・ディスケルド、味方がサポートに来ます。ムバッペ、ハリーケイン、ボレーだ。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。前に出しましたが気を抜けません。パウロ・ディバラ、ユン・ヨンソン、ミケル・ディスケルド、エンゴロ・カンテ、このパスは読んでいました。ミケル・ディスケルド、止めた。1対1のピンチでしたが、これを見事にストップ。これは助かりましたね。セルジオ・ブスケス、ブスケス、ハリー・ケイン、うまく読んだインターセプト。ここはクリアします。ブスケッツ、ミケル・ディスケルド、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームはハーフタイムに移ります。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。ボレーシュートです。シンプルにゴール右に流し込みましたね。キーパーの位置をしっかり見ていたので届かないところを狙いましたよ。パウロ・ディバラ、セルジオ・ブスケス、ムバッペ、ブスケス、ハリー・ケイン、ボレーで狙う。ムバッペ、ハリー・ケイン、コケイン、クリアして危機を出しました。パウロ・ディバラ、今日は激しい戦いが期待されます。互いにこの試合は負けたくないでしょうね。セルジオ・ブスケス、ブスケッツのパスミスでしょうか。アドバンテージが FC バルセロナに取られています。強いシュートがいきません。キーパーが簡単に処理します。イブラヒモビッチ、ハリー・ケイン、ブルト・ハイス、ミケル・ディスケルド、ムバッペ、
パクチュホ、ミケル・ディスケルド、セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、ムバッペ、前に押し出します。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。ズラタン・イブラヒモビッチ、これは見事に奪いました。ハリー・ケイン、パウロ・ディバラ、エンゴロ・カンテ、ボレーで決める。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いや本当によく止めましたよ。敵陣奥深くでスローインを得ました。バルセロナどう来るでしょうか。ムバッペ、パスは通りません。ディフェンスにカットされました。ミケル・ディスケルド、ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。今日のフレンドリーマッチを振り返ってみましょう。チームは敗れる結果となりましたね。はい、ですがこの試合では、フレンドリーマッチの模様をお届けします。実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんです。このパスはカットされました。ムバッペ、ハリー・ケイン、パクチュホ、これは見事なインターセプト。ミケル・ディスケルド、キム・インスン、エンゴロ・カンテ、パウロ・ディバラ、セルジオ・ブスケス、ムバッペ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ブスケス、ハリー・ケイン、ミケル・ディスケルド、エンゴロ・カンテ、カンテのパスはカットされました。シュートは入るか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。ミケル・ディスケルド、イブラヒモビッチです。トビー・アルデル・バイレルト、ムバッペ、決まるか。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。
後半戦が始まります。サイドからの攻撃を狙います。サポートが寄ってきた。ブスケス、ムバッペ、ブスケツ、ハリケーン。予想に反してリードを奪いました。これしかないという一撃でした。ミケル・ディスケルド、デイビー・ブルトハイス、ハリー・ケイン、ボレーだ。決まった決まった、ゴールです。このゴールでバルセロナのリードは2点に広がりました。これはどうしましたか。ゴールキーパーの判断が悪いように見えます。ミケル・ディスケルド、ハリー・ケイン、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ミケル・ディスケルド、セルジオ・ブスケス、ハリー・ケイン、ムバッペ、きれいにかわして攻撃に出る。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。セルジオ・ブスケス、イブラヒモビッチです。イブラヒモビッチ、さらに点差が広がりました。キーパーだけの責任ではないでしょうが、ちょっと判断が悪いように見えます。ミケル・ディスケルド、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。どうだ、止めました。入った、これはナイスシュート。緩やかな弾道のボールはゴールに吸い込まれていきました。ムバッペ、ここはサポートがあります。ハリーケイン、味方がサポートに来ます。サポートを使えそうです。ボールにはイブラヒモビッチ、シュートだ。キム・スングが処理。ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。ディバラ、ゴールはガラ空き、ゴールだ。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。3点目のゴールです。今日は何点取るんでしょうか。今日は外す気がしないですね。相手の守備を圧倒しています。味方もどんどんパスを出してくると思いますよ。ここで試合終了のホイッスル、バルセロナの勝利です。見応えのある面白い試合となりました。福西さん、いい試合でしたね。そうなんですよ。
サッカー中継をご覧の皆さん、こんにちは。今日の実況と解説は西岡明彦と福西崇さんの2人でお届けします。はい、どうかよろしくお願いします。ダニ・ガルシア、イブラヒモビッチです。カパ、ベネト、ダニ・ガルシア、これはラウル・ガルシア、イケル・ムニアイン・ゴニ、アドリス、ボールを失いました。うまく読んだ、インターセプト。ハリー・ケイン、強い当たりだ。ダニ・ガルシア、やりました。クリアすべきでしょう。ボールロスト、相手に当たりピッチの外へ、スローインです。ラウル・ガルシア、止める、止めます。ボールがゴールに吸い込まれた。これはうまく動いたんじゃないですか。ムバッペ、ブスケス、これは見事なインターセプト。ムバッペ、うまく読んでいましたね。イブラヒモビッチ、いい時間に取りました。あとわずかでホイッスルというタイミングで素晴らしいゴールです。後半に向けて勢いがつく。前半終了です。スコアは2対1、リードは1点です。後半45分、キックオフです。ラウル・ガルシアのところに行きました。ベネト、このパスは読んでいました。ダニ・ガルシア、イニゴ・マルティネス、カンテのパスはカットされました。ハリー・ケイン、前に出しましたが気を抜けません。ここにラウル・ガルシアがいます。ダニ・ガルシア、ベネト、エンゴロ・カンテ、パウロ・ディバラ、ハリー・ケイン、ムバッペ、ダニ・ガルシア、ここはインターセプト。
しっかり予測していました。イケル・ムニアイン・ゴニ、見事なパスカットです。ボールはサイドの選手へ。エンゴロ・カンテ、パスをカットされたのはカンテ。ラウル・ガルシアのところに行きました。イケル・ムニアイン・ゴニ、落ち着いています。ハリー・ケイン、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。イブラヒモビッチ、ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。試合終了です。なんとも劇的な勝利となりましたね、福西さん。そうですね、今日は難しい試合になると予想されていましたが、見事に予想を裏切りましたね。いい内容でした。